日本放送飯田浩の、OK、工事アップモーニングライフアップ今週は特集企画巷のニュース意外な裏側さあ、巷のニュース意外な裏側、あ今日は就職氷河期世代であります。 ま、番組でも何度か取り上げておりますけれども、就職河期世代、いわゆるバブル崩壊後に学校を卒業して、就職が厳しかったという時代であります、の世代。え、政府の定義では、1993年から2004年までに社会に出た人、ま、高校卒業して社会に出られた方もいらっしゃいますし、大学卒業してからっていう人もいますんで、年齢の定義でいうとちょっと幅がありまして、大学卒業の方で37歳から48歳、え、高校卒業の方だと 33歳から44歳というふうになっております、えー、私去年の12月で38になりましたんで、まあ、まさにこの氷河期世代の、まあ、お尻の部分といや確かに厳しかったっすよ あの、もう全国駆け回って就活をしたっていう覚えがありまして、飛行機使って、え、えー、放送局受けに行ったりとか、もう泣けなしの金を砕いてですね、まさか飛行機使って就活するとは思わなかったな、という感じもあったんですが、もうそれこそ、まあ、この世代、まあ、あの、会社の中にも先、ちょっと上の先輩とかにもいたりとか、あるいは、あの、大学の同期とか、ちょっと上の人たちとか、まあ、あの時の話は結構するんですけど、もう 100社を受けて100社を落ちるのが当たり前だったなとかもうあの精神的に結構追い詰められたなんて話があったんですがまああの。 こう、去年あたりからこの就職氷河期世代について、まあいろいろ言葉をニュースでも聞くことが多くなりました。ええー、まあ政府がね、支援に関する行動計画をまとめただとか、財源確保しただとか、あるいは国家公務員の中途採用、あるい、それから地方のね、公共団体、まあ宝塚市とか、いろんなところで、中途採用で氷河期世代を取ろうみたいな話が出てきていますけれども、これ、あの、就職氷河期世代がこれ問題になったっていうのはもちろんですね、その人を、お一人お一人 一人のこう生活を向上させるという意味でも非常に重要だったんですけれどもそれ以上にですねもう一個ポイントが年金と生活保護という社会保障の部分なんですねこれあの 就職教育世代って、えー、実はですね、段階ジュニア世代とほとんど被ってるわけですよ。で、そうすると、段階ジュニア世代って人口が多いんですね。ええー、人口およそ氷河期世代1689万人というふうに言われております。えー、今の生産年齢人口、現役世代の22.4%と、まあ、あの、だいたい4分の1弱を占めているんですが、で、この中で非正規雇用の方々が317万人いるというふうに言われてます。で、 あの、収入が非常に不安定。で、基本的に働けば賃金が出るけれども、有給とかそういうシステムがあまりいい正規雇用に比べると整備されていないので、え、え、休んだら休んだだけ給料が出ないと。だから、この間の10連休とかね、ああいう時、俺たち正規雇用大変なんだという声が結構上がってたわけですよ。それはそうですよね。あの、出なきゃ金出ないんだからって話で。だから、このね、 肺炎の対策をやって、じゃあ在宅勤務してくださいみたいなことを言われて、で、ああ、そうだ、これで、あのー、それこそ。 ね、えー、在宅勤務がこう、どんどんとこう進化していけば日本も進化するんだみたいなことを言う人もいるんですけど一方で、じゃあ非正規雇用の人たちの、これ、給料をちゃんと保証しといてあげないと、あの、出てこない分だけ、あの、給料出ませんってことになると、いや、家にとってどうしようもないんだけどって、他の仕事探して働きに無理してでも出ると、ちょっと熱で出ても働きに出るみたいなことになると、それはそれでまたこれ問題になるわけですよね。で、えー、就職氷河期世代の方に話を戻しますと、今 現状で不安定雇用というのはもちろんあるんですけれども、その上、ですね、えー、国民年金をどこまで払ったかとか、えー、厚生年金の加盟していない、えー、小さな中小企業に勤めたりなんかすると、年金だとか社会保障の部分の積み立てあの方っていうのが、あの正規の人たちと比べると非常にあの貧弱になってしまう、でえー、それを,を続けていって、年金受給者になったときに、年金が足らないと。 いいううこことととににななるとじゃあ即生活効果っていうことになりますそうすると、社会保障全体の実は、あの、財政を非常に圧迫するということが、実はもう前々からこれ見えていて、で、あの、今現状の年金がなんとかなったっていうことになったんで、ようや とこれ支援の手がですね、えー、氷河期世代まで降りてきたんですけれども、正直な話、今からで本当に大丈夫かっていうところなんですね。それで年金受給のハードルをすごく下げて、えー、10年間払えばとりあえず年金をもらえますよっていう形にしたりだとか、えー、えー、後からあの追加で払い込むっていうのも、まあ今までだと何年かしかできなかったのがもうちょっとできるようになって、そうするとあのー、年金を、を 保険料払った実績があると、その分だけ、えー、受給するときに金額もらえるということになるんで、いろいろ今手当てをしてるんですが、そもそも論として、えー、20年間ほったらかしにされてきたという、えーえー、この世代、よく自己責任で語られることがあるんですけれども、あの、就職しようと出た、社会に出ようとしたあの当時というのは、まだ終身雇用だとか、えー、新卒一括採用が生きていて、えー、新卒で入れないとお、その後の門戸というのがすごく狭くなっていた時代。 まああの今もそういう面は日本の場合はあると思いますけれどもだからあの決し って自分たちの努力が足らなかったわけでもないのに、巡り合わせでこうなってしまったということを考えると、もうちょっと手当てをして、えー、くれてもいいんじゃないかなということもありますし、この氷河期世代を繰り返さないためにも、結局それは長い間デフレが続いて、で、今いる正規雇用を守ろうとしたら入ってくる人を絞らざるを得なかったみたいなところもあるわけで、だから今経済は大切なんだということを申し上げ続けているわけでございます。えーご意見 お待ちしてます COZI 工事アットマーク一二四二ドットコムです時刻は六時五十七分ですさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,しますえー、先々週ご登場いただいたんですが、はい、その時私お休みをいただいてましていやもう無事終わって、えー、本当に良かったですいやいやいや <laughs> 本当ありがとうございました <laughs> あの結構ツイッターなんかでも反響もあって えー、ああそうですか。えーえー、あこういう話も聞けるんだみたいなね。良かったです、えー、もん<う>。いや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 、あの今日も一つよろしくしこちらこそよろしくお願いします。えー、今日はねあのまあ新型肺炎の話を中心になりますけれどもそれ以外にも子宮頚がんワクチンとかいろいろお話しいただこうと思います。カーについてのね。はいですね。はい 2月19日水曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。あなたと一緒にニュースを考えていきます。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。お願いします。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。 日産が臨時株主総会新体制が正式にスタート本日の総会で皆様にご賛同いただけましたら、私をはじめ執行体制が3名及び、府中で辞任した取締役1名の後任候補が新たに取締役に就任いたします。日日産自動車は昨日臨時株主総会を開き 内田誠社長など4人を新たに取締役に選任しました日産自動車の去年10月から12月期の決算で純損益が11年ぶりの赤字となって2020年3月期の通期業績も下方修正しております えー、株主の承認を得て正式スタートの新体制、ま、結構厳しい意見も取り、ね、これね、ゴーン時代の負の遺産をどこまで払拭できるのかっていう話で、はいまあ、ゴーンさんってね、日産に社長になったのは1999年です、はいまあ、まさに、ね、その失われた20年とか、失われた30年っている平成の時代を象徴するような人で、はい、で当初やったのは、要するにコストカットね、え<っ>これはね、今、すごい批判されてるんだけど、当時としては全然悪くなかった。はい やっぱり日本ってバブル時代に、ノホーズなこうコストをガンガン使いまくって、ですね、はい、えかなり適当な経営をやられてた会社がすごく多かったと、そこをきちんと絞って、えー、いいものを、ですねその低コストで作れる体制に変えようってこと自体は、全然悪くなかったんですよね。ところがね、これ、結局、日本の他の企業でもみんなそうなんですけど、はい、コスト化ってやりすぎた もうリストラしてコストを減らせればもうなんでうまくいくっていう,うにみんな思い込んでしまって、はい、これ外食なんかもそうでしょ。はいえー、どん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 ワンオペレーションでね、えー、もう深夜一人だけの従業員にして、はい、えもうどんどんコストか減らせば。 うん、も儲かるっていうふうになってしまったはこれは良、まあ、くなかったわけですよね。日産も同じで当初その狙いは良かったんだけどそれをやりすぎて例えば、はい、新車の開発期間を普通だったら、まあ、3年から4年せいぜい5年ぐらいで、うんね、その新しくしていくのをもう10年ぐらい放置してるるていう、ね、あ同じデザインのままポルシェだったら10年放置しててもいいですよ、えー、でも、えー、そんなに放置してる割に一方で、むちゃくちゃその安売り合戦をアメリカなんかでやりまくって。 で、あとあれですよね、うん、あの、普通の個人なかなか売れないので、はい、え無理して、あの、レンタカーとかに、あ<ー>フリートっていうやつですよね、はい、でそうするとね。 市場、中古市場に大量に出まくるわけです。法人売りのやつがね。うん、そうすると、ますます中古価値が下がったりするので、さらに売れなくなるっていうね。うで、<の>値引きしなきゃなそうなんで、どんどん値引きしていくと、値引きしてる割には、新しいのは出なくて、いつまでも、ね、古いモデルが出て出回ってるって形で、どん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 売れなくなってきてるっていうのは、今の日産の現状なわけですよね。だから、ここをちゃんとね、その、 開発におかお金をかけて、はい、いい車を作れるかと。でブランド価値を守れるかっていうね。うそういうデフレ時代ではない、今の時代に合わせた、その車の、あ、はい、の形っていうのをね、作れるかどうか。ってことか、今、多分問われてんじゃないのかなっていう。うん。お話をやってると、やっぱり。 かつてはそのいい車を作ろうっていうところばっかりがま前に出過ぎてこうどんどんお金を使う体制だったで,、ね、で今度コストをカットしたらとにかくコストをカットするんだってそこばっかりになってなんかその真ん中にきっとバランス点があると思うんだけど <laughs> そうなんですよ,ですよ日本はね,うねもう一斉に走り始めるとみんなそっちに行っちゃうっていうねでそればかりが評価されちゃうそうなんですよねそうじゃないバランスこそが大事なんだってところにもう一回立ち戻るのが必要なんじゃないかなと思いますね、はい、まあそこの部分にその従業員への還元 んだとかっってていうのも当然入ってくるわけで、ねでうん、あとトヨタが今、もう猛烈に進んでますけど、はい、いわゆるマースとかね、その自動運転とか、そ,はい、そっちの新しい自動車産業の形にどう進むのかっていうのも、日産は多分問われて、そこかなり遅れてるんですよね、やっぱり、ね、もともと日産は、電気自動車の部分、電動化では進んでたところがあった。最初はね、すごい先進的だったんですけどね、うん、いつの間にか抜かれちゃってるって、うん、結局、ガソリン車からその電動化と、うん、そして自動運転っていう2つがセットになって これからやってくるわけですよ、ね、そうなんですよね、もう多分ガソリン車は売られなくなる、<ー>イギリスなんかはもう売らないって言ってますから、環境の面との整備の整備とかもあると、そう,ででもそうすると、これ、莫大なコストがかかる割に、作る方は誰でも作れちゃうってものができるそんなにね、車時代儲かんなくなる時代やってくるわけですよね、うんうん、そうするとやっぱりそこでプラットフォーム化するみたいなね、ガーハンみたいな、そっちに行かなきゃいけないんだけど、うん、そこまでの準備が今、はい、日産にできてるかどうかどう,ん、うも問われてくるかなと。 日本の自動車産業全体の課題かもしれない,ない、ね。そうなんですよね。えー、まずは日産の臨時株主総会についてでした。続いて七時の日本放送ニュースです。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局二十一局を結んでお届けいたします。時刻は七時十一分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。 今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースはこちらです新型コロナウイルスの集団感染が確認されたクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスについて厚生労働省は18日ウイルス検査で陰性が確認された乗客を今日から順次下船・帰宅してもらうと発表しました 感染拡大が止まらない、この新型コロナウイルスね。なんかね、もう情報が錯綜しまくってて、はい、なんかマスコミの情報が信用できるかってそうでもないんで、じゃあネット見るとどうかってますます情報が混乱してるっていうね。うだだんだん分かってきたことが一つあって、一、はい、つは、 致死率が大体2%ぐらい、これ、SARS とかに比べると全然低いんですね、あれは1割ぐらい、だかセ10%ぐらいあったんですけど、でもインフルエンザよりはずっと高い、インフルエンザは大セ0.1%とか言われてるんで、20倍、あ、十倍ぐらい、20倍ぐらいですかね、あるということですね。で、もう一個はね、最初は軽症なんだけど、1週間ぐらい経つと突然、重症化するケースが多くて、だから軽症のうちにほら、外で歩いたりしてしまったら、感染が広がりやすいよね。 っていう、う多分この2点なんじゃないかなと。ええ、で、もう一個はね、あの、これ、柳井さんっていう、あの、ファクトチェックの、あ,<ー>あの、団体の方が指摘されてたんですけど、ブログで。え,ええっと、今、日本で感染が見つかってる人たちって、だいたいほら、2週間ぐらい潜伏、はい、期間あるって言われてるから、ね、逆算すると、1月中にはもうみんな感染してた。はい、つまり、この騒ぎに起きる以前に感染した。まうん、つまり、もう日本には、 あの水際作戦なんか成り立ってなくて、市中感染っていわれるね、もうどこから感染してるのか分かんない状態がすでに1月中に起きてたんじゃないかっていうことですよね、はいまあ、あの当時、いわゆる武漢縛りとか、湖北省縛りと呼ばれた、行ったことのある人、あるいはその行った人に濃厚接触した人以外は、そもそも検査してませんっていう状態が長く続いた潜在的にいたかもしれないけど、表に出てなかったっていうう実際にツイッター見てると、武漢にも中国にも行ったことないけど、具合悪いんで、コロナウイルスかと思って病院に行った。 検査しませんってて言われて、はい、しつこく求めたら検査してもらった結果やっぱりコロナウイルスだったっていうケースは、ね、いくつかやっぱ報告されてるんですよねだからそこは、ね、やっぱりかなり後手に回った感は否めないんだけど、はい、過剰に騒ぐのもどうなのかなとただね今回の、ね、この「ダイヤモンド・プリンセス号」に関して言うと昨日ね、はい、あね神戸大学の岩田 健太郎さんっていう感染症の専門家、YouTube で、ダイヤモンドプリンセス号行ってみましたっていう動画を上げていて、うん、これね結構ショッキングで、はい、要するに船内できちんと普通感染症の対策っていうと、危険なエリアと安全エリアはちゃんと分けると。原発なんかでもそうですよね。放射能対策でもここは安全っていうところとを、はい 防護服着ないと入れない場所はちゃんと分けるってやるんだけど、うん、それが全然できてなくてランダムに客室にいたともう通路歩いてるところ感染症の人が歩いてて、うん、そこをそのこう厚労省の係官とかも一緒に歩いたりするっていうね、うん、これは非常に危険な状態でもう完全に感染させるための装置になっちゃってるみたいなことをね中で、うん、さん延、ね、してるっていうね、うん、で岩田さんが言ってるのは、はい、これは日本にちゃんと感染症の専門家が集まった組織が存在しないからじゃないか あだからこういった時に、どう仕切ったらいいのかっていうノウハウが、そもそもそ、うん、そうなんです、アメリカは、ねうん、CDC っていう、はい、センターズ・フォー・ディジース・コントロール・アンド・プレベンションですか、うん、要するに疾病管理予防センターっていうのがあって、うん、そこに感染症のお医者さんの専門家が集まって、うん、こういう、ね、そのコロナウイルスかとか起きた場合に、全員でぱっとこう対応すると、うん、日本はそれがなくて、厚労省がやってるんですけど、うんはい 厚労者の官僚はもちろん優秀な人たちですがお医者さんではない専門家ではな、ね、い、えー、それがねなんとなくこうよを見まねでののダウヤモンド・プリンセス号の船内対策とかやってしまってるからこういう低堕落になってしまってるんだとだから、ね、ここはやっぱり専門家の知見とかそういうのをきちんと結集する仕組みを日本は作んなきゃだめだな CDC 日本版 CDC 作りますとこれ安倍首相もね、はいえー、その意向みたいなことをこの前、国会の。 答弁で言ってましたけども、はい、まさしくそれが今、求められてるんじゃないかなっていう感じはしますね。うん、あの,今日の産経新聞に、うんえー、東京版の3面ですけれども、船内管制、国際ルールなしというふうに出てます、確かにその公,公の海のところっていうのは、えー、その帰国といって、まあ、今回の場合、イギリス船籍ですけれども、そこの法律が基本的には適用されるということですが、港入ってきちゃったら、これ、港のある国が仕切ってもおかしくはないんで,すなんですよね。だから 港にいるのにそれはイギリスの問題だから日本は関係ないっていうのもちょっと言い過ぎだろうと逆にかといってその日本の国内と一応別の。 アなわけですからそれをっててし日本国内の問題であって他の国は関係ないっていうのもいい必要だなていうそれは日本かどうかっていうなんかそんなつまらないことできるする要するに今回の統計データにその発生者数感染者数のねダイヤモンドプリンセス号の中を入れるか入れないかでなんか揉めてましたけどそういう話じゃなくてちゃんと国際協調で対策を取るっていうのが求められてるんじゃないかなと思うんですよね。 だから今回の場合も、その選出に皆さんいれば、うん、で外に出なければ、その今、ダフトをつないでの感染というのは、それこそ CDC なんかも実際に行ってますけれども、それはないと。 うん、いうことを言ってるので空気感染はしないですからね。うんうんうん、と考えると、やっぱ、こういたずらに外に出たいっていう人を出しちゃった、でそこで手すりサルだだんだでこで、感染する環境を作ってしまったというところがそれもあるんですよね、中にはテント村とか作って住まわせればよかったんじゃないかという人もいるんだけど、<ー>でも高齢者が多いですからね、高価、はい、客船はね、その人たちに2週間、隔離期間を、ねえーね、テント村で住まわせるっていうと、それこそ原発事故の後のね、はい 関連死の問題とかでつながるんだけど、えーえー、やっぱりそれは良くないよね、うん、と。だから結局船内にとどまってもらって、その中できちんと接触するしないってことを分けるっていうね、うんで。少なくとも飛沫感染しかしないわけですから、はい、コロナウイルスに関しては、うんえー。ちゃんと分けることは可能だったはずなんですよね。うん、だからまあ、 方向としては悪くなかったんだけどやっぱり間違ってるところはたたくさん間違ってたかなって、はい、現場のハンドリングの部分で間違ってそうなんですよねここを、ねだからね、これをもってして<え>だから政府はだめなんだよ安倍政権総地、総辞職しとかそういう話ではなくてこの今回の経験を機にきちんとじゃ客船内の隔離はどうするのかってことを、はい、もう一回きちんと対策を取り直す。うんうんうん それを教訓にして生かすってことが多分大事なんじゃないかなっていうねう悪人見つけて叩いてら、はい、それで解決する問題ではないと思いまますよまあそれでコロナウイルスがなくなればいいんですけどそのなくならずに日本にずっとこれから先もとどまることがそらく、ね、おそらく新型インフルエンザと同じだと思うんですよね新型インフルであんだけ大騒ぎして、はい、新型インフルエンザ消えたのかってそうじゃなくて。はい、単に今でも いるわけですよ。ええええ、でに、まあ、ええ、落ち着いてきたっていうか、相変わらず危険性はあるんだけど、まあ、社会にと。 受け入れられて終わってるってことなんですよね。んだから多分この今回のコビットナインティっていうね新型コロナウイルスもなくなることはなくて、はい、まあ長い期間それに感染してですねな、うん、くなる人もやっぱり居続けるわけで、はい、まあそれをどうやって社会として受け入れるのかって話になってくるから、ね。でまあそうすると手洗いだとかあるいは消毒だとか、うん、それからあの症状がなくても感染してる可能性がある場合があるのでマスクはつけましょうねと。そうなんですよ。今回、ね、ううのあのツイッターでねどっかのお医者さんがツイートされて 言われてましたけど、はい、あのみんなほら今手い、手洗い一生懸命やってるじゃないですか、ええええ、うがいしたりとか、はい、なんとインフルエンザの人が少なくなって,るって、うん、ある1月のインフルエンザの数っいうのが劇的に少ないという話が最初からそうやればよかったじゃんといううん、うん、えー、そしてもう一つ用意したニュース韓国の国防省国防大臣がアメリカのエスパー国防長官と24日会談と、えー、米韓合同軍事演習について意見を交わすものと見られるということなんですがずっとアメリカがね はい、もう、軍事費の負担をですね、増やせると韓国に求め続けて、韓国はそこまでできないって言われてんだけど、これ日本もね、言われてますし、うんうん、EU とか、まあ、NATO もね、ねヨーロッパも言われ続けてるわけで、はい、これ結局、アメリカが撤退していく中で、で、アメリカってのはもうアメリカ大陸の中にいれば、 別にどこからも攻められない真珠湾とあのセプテンバーイレブン911以外に本土が攻撃されたことは一度もないわけですから、はい、そうするとアメリカがわざわざ出っ張ってきて、うん、それでもヨーロッパや日本や、ね、韓国を守らなきゃいけないっていうロジックを我々の側は立てなきゃいけない、うん、でそのロジックは一体何なのか。 はい、ということをね、考え直さなきゃいけない時期に来てるんじゃないかなっていうね。うん。だから、かつてであれば、冷静の時だとかは、その価値観の問題なんだと、民主主義で自由で法の支配っていうものを、ねうん、守るためには、ここ守ってくんなきゃダメでしょっていうロジックだったんですが。あの頃はね、ソ連を放置しとくと、どんどん核開発もするし、はいうん、えね、あの、宇宙空間も支配してくるし、だからここで守んないと、アメリカもいずれソ連に飲み込まれるんだって、 っっていうう多分あったと思うんですよね、うんはい、でもアメリカ人が今、中国に対してそれを感じてるかってそこまでは多分感じてない、うん、全然当時と状況が違うわけで、はい、一方で、ね、経済では、ね、グローバルに完全に中国とアメリカと一体化してるわけで、うん、その中でどこまで中国の脅威っていうのはアメリカ人に訴えられるか、はい、これなかなかか、ね、難しいと思うんですよね、うん、今のところはその議会は民主党、共和党問わず、うん、まあ中国に対して非常に強硬な姿勢を示すう形になってますけれども。 だから逆にトランプさんが一番これ、融和的なんじゃないかみたいに、ね、そな見えるそうなんですよね、うん、だから安全保障に関して言うと、はい、トランプは融和的に見えるし、経済に関して言うと、トランプはなぜか、中国に対して非常に強硬になっててるっていうね、非常におかしな状況にはなってますよ、ねまあ、その辺ひょっとしたら、だからアメリカへの工作みたいなものっていうのも。 必要になってくるのかうそうなんですよねだから日本と、えー、アメリカと韓国の関係ってもう1回ゼロから考え直さないと多分今の状況のままでは成り立たない時期に来てるかなって感じはしますねえー、じゃあナリスト佐々木と比奈さんとお送りしました日本放送飯田工事の ok 工事アップ教えてニュースキーワード 7時27分です。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、佐々木敏直さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。<music> 子宮頸がんワクチン。北海道大学などの研究グループは昨日、日本での子宮頸がんワクチンの積極的推奨の中止が続いて、接種率が1%未満にとどまった場合、 70%に維持された場合と比べて今後50年で死者が1万人前後多いと推測する研究結果を発表しました積極的推奨の再開を期待するとしておりますえー、子宮頸がん女性の子宮頸部にできるがんのこと 発生には、HPV ・ヒトパピローマウイルスと呼ばれるものが関わっていて、まあ、性行為を介して感染することが知られていると、まあ、特に若い方、20代から40歳代の世代で、罹患の増加が著しいこれね、WHO も、はい、ワクチン接種しないことにより危険性というのを、ね、再三指摘してるんですよね、はいで、もちろん一部副作用を起こす人がいるのは事実なんだけれども。 ただ、一方で、ね、このワクチンを干渉しないってことをやってしまった結果、ええええ、死者がたくさん出てるのも事実であると。ええ、で、これ、なんでこんなことになっちゃったのか、ええ、最初の起点はね、これ前にバズヒードで石堂さんが記事を書いてたんだけど、はい、2013年景気があった、はい、これ何があったのかっていうと、<年>朝日新聞が記事を書いたんですよ。はい、えワクチン接種後に えー、東京都内の女子中学生にですね、この副反応が出て、うんうん、えー、入院したと。はい、ね。体が痺れたりとかして。えー、で、その後復学したんだけども、割り算ができないとかっていう、なんかその精神、心理的な障害が起きてるみたいな記事を書いて、これがね、一気な、大きな契機になって、うん、一気にワクチン問題。はい。消しからんと。はい、ワクチン打って話になっちゃったんですよね。うんうん、で、 これってね、もう典型的な日本のゼロリスク思想で、はいうん、要するに何かの対策を取れば、マイナスの効果は必ずどっかで起きるんですよね。はい、で、そのマイナスの効果があるからといって、対策を全てやってしまう、やめてしまうと、今度はもっと大きなマイナスの効果が出ると。 はい、常にそうなんです、だから全くマイナスがゼロにすることはどんなことでもできないわけですよね、だからこれって、例えば産化崩壊って有名な話があって、はいえー、産婦人科で医療家具があって、うんえー、人が亡くなりましたと。それをものすごいこう 批判してですね大報道した結果、えーえー、その地域から産婦人科がなくなってしまった問題が過去に起きてたりとか,、はい、だか医療過誤は常に起きるわけですよね。これはしょうがない残念ながら何パーセントかー 0. 何パーセントの確率で起きるんだけどそれを過剰に批判してしまうとみんなが萎縮してしまって、はいえー、真っ当な医療さえもできなくなってしまうっていうね。う そこがバランスであるとてことを、ね、やっぱり考えなきゃいけないんだけど、はい、日本のメディアってそういうふうに考えないんですよね。何かの問題が起きた場合さっ今のコロナワクチンの問題でもそうなんだけど何かが事件が、はい、その災害が起きた場合に。ええ その原因ってまあいろんな理由あるわけですよね。はい、それはまあ自然災害の場合もあれば、人的災害の場合もあるんだけど、その人災の場合であっても、問題を解決するためにはその構造を回収する、直すって方向に行かなきゃいけないんだけど、日本のメディアは常に、ねはい、悪人を見つける方向に行く。えー、こいつが悪いから。 うん、こんなことが起きた、はい、今回のこのコロナウイルス災害のだってね、うん、じゃあ誰が悪いんだとね、厚生労働省なのか、うん、それとも安倍首相なのか、安倍政権が悪いのかって、ここでやってるわけですよ、はい、でもそれじゃあいつまでだと問題は解決しないわけで、うん、どうやったらこういうことが、ね、起きないために、えー、何かをすればいいのかってことをきちんと考えなきゃいけないんだけど、まあ、そこは考えないんですよね、うん、だからこうやってね、朝日新聞がね、散々子宮けいワクチン危険だって広めて、はい、そうやってっ 言ってた新聞社がね、ファクトチェックが大事だとか言ってるのは、一体何事かと僕は思いますけどねうん、うん、今度は打たなかったことのリスクっていうものも、これ、同じところに並べて、えー、考えなきゃいけないそうなんですよね、うん、だから1万人の死者が出るのと、はいえー、数人の死者が出る、もちろん両方とも大変なことなんだけど、うん、やっぱり社会としてはどちらかを選択せざるを得ない部分って、必ずあるんですよ、ね、えー、今日のキーワード、子宮頸がんワクチンでした。 ー時刻は7時35分です。あの、6時台に就職氷河期世代について、まあ、あの、その人たちの生活も大事だけど、この先の年金とかを考えると、手当てしなきゃって話をしましたが、急、え、ご、ー、磯子区、横浜市磯子区からいただきました、太一パパさん、就職氷河期世代です。あの時は本当、 とに仕事がありませんでした。同じ時期に離職した友達とおよそ1年間、えー、職業安定所に通ってようやく再就職したり大変でした。あの頃は職案の前で自衛隊の開業もやってましたよね。今、売り手市場だから羨ましいです。と、いただきました。うんえー、それから就職協和期の方を、子荷物という親世代の方、赤い石倉麺さん76歳の奥様、東京世田谷区。 ええー、就職脇の入り口、就職できなかった息子を持つ親です。その結果、就職しても厚生年金に入れず、休みを取れば給料が入らず、貯金などできるはずもなく、老後の設計等を立てることができません。日々の生活いっぱいいっぱいです。と、おいただきました。ねえー、もうすぐ50代にさしかかろうとしてるですね。すねさあ、この後、新業一課のいってらっしゃいです。OK、c ー l l アップ 時刻7時44分に今なりました。お送りしております、日本放送、飯田浩事の OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩事と、新庸一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ 中国がアメリカに対する696品目の追加関税を1年間免除。 中国政府は昨日、農産物やエネルギーなどアメリカからの輸入品696品目を対象に、追加関税の適用を1年間免除すると発表しました。1月中旬に署名したアメリカとの第1段階の貿易協定を受けた措置の一環で、中国政府は今回の免除でアメリカ製品の輸入拡大を促す構えです。 1> えー、第1段階の協定が今月14日正式発行ということで、あの農産品、工業品、エネルギーなどの輸入を中国は2年間で合計2000億ドル。すごいですね。日本円にすると20兆円以上ですよ。すごい規模ですよね。 中国はね、だからずっと世界の工場だって言われて、まあ輸出国ってイメージがあったんだけど、やっぱりね、はい、こんだけ中間層が台頭してきて豊かな国になってくると、今や完全に世界の消費市場になりつつある、はい、っていう状況なんですよね。あともう一個大事なのは、あの、今回コロナウイルスの問題で、中国の国内の生産がかなりストップしてるじゃないですか。ですね、で結構たくさんのし中間材を 海外に輸出してたので、世界のグローバルチェーン、グロー,グローバルサプライチェーンですね。はい、に対してものすごく大きな影響を与えてるっていうね。うこれほら、あの、日本でも東日本大震災の時にね。はい、海外の輸出が滞って東北の工場なんかストップして、えー、iPhone がね、途中作れなくなったりとかいろいろありましたけど、あ,ね、あれと全く同じ状況。だから、いかに今の時代っていうのは、 そのグローバルサプライチェーンが発達して、うん、もうあらゆる国のあらゆる生産物がですね、はい、世界中で支えられてるって世界中を支えてるっていう構造になってるってことが、ね、明らかになってきてるかなっていう。うん、だから中国、なんかね、トランプの頭の中でおそらくね、はい なんだろう、こう、かつてのソ連みたいなイメージー要するに、経済的に封鎖すれば中国は困るだろうぐらいなイメージしか多分捉えてないと思うんですけど、かつてのソ連と今の中国が全く違うってことがね、多分あんまり分かってないんじゃないかない、ね、そも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 ソ連っていうのは経済的には非常に脆弱だったわけですよね。はい、計画経済で。で、実際1950年代、60年代ぐらいまでうまくいってたんだけど、やっぱり70年代ぐらい、つまり低成長、 の時代になってくるといきなりもう失速してですね。要するに工業生産すればす売れるって時代があったわけです。日本でもほら、ね、経済成長、行動不成長の時代に冷蔵庫作ればどんどん売れるとかね、空テレビ作ればどんどん売れるって時代があったんだけど、はい、そういう状況であれば計画経済で家電製品作ればバンバン売れるってのはあったんですけどね。それがまあ 70年代以降、結局、石油ショックとか、ね、ドルショックとかいろいろあって、もの、はいえー、を作っても売れる時代ではなくなったと、うん、そうするとどういうふうにクリエイティブなものを作らなきゃいけないかってこと状況出てくると、そこでアメリカや例えばイギリスみたいなところは金融経済に行ったりとか、はい、IT に行ったりとかしたわけですよね、はいで、ソ連は完全にそういうのを乗り遅れて、うん、もう完全に経済が失速してしまったと。なのである意味 当時、その安全保障の面だけを考えておけばよかったですね。アメリカ側としてはソ連に対して、はいで。ところが今の中国って全くそれがなくて、安全保障の面でも,もちろん中国と向き合わなきゃいけないんだけど、同時に経済でも向き合わなきゃいけないと。で経済に関して言うと、もう全然、えー、当時のソ連と今の中国では全く経済力が違うし、はい、しかも失速する可能性もない。 ね、あのアメリカのいろんな専門家の論考でいるといずれ中国経済は、ね、あの独裁政治だから失速するに違いないと言われ続けてきたんだけど、はいま、えー、だ失速する可能性は全然ないわけですよね、それどころか巨大な消費事情になりつつあって、なおかつ AI とかですね、はいえー、自動運転とか、そういう最先端のテクノロジーでもかなりアメリカとあのせ接戦を展開するぐらいまでなってきてるわけで。はい こうなってくるとね、そのグローバルサプライチェーンの一角である中国をもはや僕は認めざるを得ないんじゃないかなとう、ね。うん経済の面からするとそうなんですよね。アメリカのその割にトランプ陣営のですね、かなり強硬派はデカップリングみたいなことを言って、はい、要するにもうカップルを外すデカップリングですよね。はい、要するにもう世界経済鈍して、中国側とアメリカ側で分けた方がいいんじゃないかってこと言ってる人がいるんだけど、はい、現実ほぼそれはもう不可能である。 っていうのが見えてきてるんじゃないかなっていうね。うでその中でどうやって中国と折り合うかっていう問題になるわけですよ。ところがね、これはね、折り合いをずっと考え続けると、はい、じゃあ安全保障も折り合わざるを得ないよねって話になってくるわけですよね。対、えーえー、中国にあまり強硬に出るのは良くないよねと。はい、でそうなった時にアメリカは、じゃあ西太平洋はもはや中国に任せましょう。 いや、かつて、それ、中国の、まあ、軍部がアメリカに対して、太平洋に、二分割して、お互いにこう、犯さないようにしようみたいな提案をして、当時一緒に伏されました。十年ぐらい前の話ですが。 それが現実になってしまう,そうなんですよだから、経済と安全保障だけが単独で存在するなら、うん、アメリカに日本を守ってもらうっていうのはロジックで成り立つんだけど、はい、経済と安全保障をカップリングして考えると、うん、そうすると経済あのアメリカと中国は融和したざるを得ないって話になり、うん、そうなった時に安全保障でじゃあどう融和するのかっていう議論になってくるわけですよね、うん、封じ込めじゃなくなってくる可能性がある。 うーん。ただ、これね、うん、そこで、まあ、今までの、こう、理論でいけば、価値観が全く違うと。これだけ、あの、ウイグルだとかチベット、あるいは香港もそうですが、えー、人権を無視するような振る舞いを、こう、ずっと続けている中国と、果たして、こう、そこの部分まで折り合えちゃうかっていうと、 生理的には難しいっていう、ね。基本的にものすごく難しいと思うんですよね。うん、ただそれを支えてるのって、やっぱり、ね、民族はそれぞれ、ね、自立しなきゃいけない。うん、まあ、リベラルな世界秩序って言われる。はい、キッシンジャーが言った、えーえー、はい、えー。ワールドオーダーなわけですけど、そのリベラルな世界秩序自体が今や破綻しつつあるっていう状況になってきてるわけですよね。うんうん、はい。難民移民問題のヨーロッパで排外主義が台頭してるのもそうだし、うん、まあ、トランプみたいな大統領が生まれてきたのもそうだしと、うん、そのリベラルな世界秩序みたいなものの 理念そのものがもはや幻影になりつつある中で、はい、じゃあ、どこまでそのリベラル側がです、ねうん、ウイグルやチベットの問題を指摘できるのかっていうと、これもなかなかね、僕はね、難しいいんじゃないかなか、ね、その、まあ、リベラルな国際秩序の人たちが一方できちんと堅持してきたのは、えー、内政干渉はだめだよっていう、お互いの国についてはあんまり手つこまないようにしようと。うね、結局そこが今度高い壁になっっててしまって 国際的なリベラルの手が差し伸べられなくなってきる。そうなんですよ。だからあんまり中国はね、これは国内問題だって言ってしまえば、はい、それは内政干渉だって、ロジックは成り立つわけですからね。なかなか非常に難しい状況に来てるのかなで、一方で中国は中国で、まあ、いろんな工作をする一環で、まあ、結構いろいろ報道されてますけれども、他の国の民主主義の政治体制に対しては、いろいろ手を突っ込んできてるところがあった。台湾ののそ,うそうなんですよね。まあ、お金をばらまいてね、うんはい、アフリカとか、あとまあ、えー あの南太平洋とかに、ね、いろんな手を出しているとでなおかつ今、アメリカが一番、ね、恐れているのは、はい、中国とロシアがどのぐらい手を結ぶのか。 うん結局、だからもう一国、アメリカ一国の平和だっていうふうに言われたのが2000年代だったわけですよね。はい、でもこれがまあ終わってしまってですね、そこにそのロシアと、復活してきたロシアと、新しい対抗中国の2つが手を結んで、アメリカに対抗してきてるって状況になってきてると。で、そういう安全保障的な観点と、でも一方で経済を守るグローバルサプライチェーンでがっちり全員繋がっちゃってるってところね、どうやってアメリカはこれから折り合わせて、 えー、新しいそのアメリカの人を作っていくのか。 っていうのがすごい興味あるんだけど、まあ、トランプの何考えてるかよく分かんないから、もうちょっとね、不透明ではあるんですけどね。その中で日本がどういう立ち位置取るのかっていうのは、こう、強力な磁石になんか吸い寄せられようとしてしちゃってるっていう感じがね。そうなんですよ。だからね、そこでじゃあ中ロとアメリカの間でうまくバランスよく見たことみんな言うんだけど、はい、それこそ韓国が失敗してきたことじゃないですか。そ,すかうね、そうなんですよねー。えー 米中の関係から日本の立ち位置というところをお話しいただきました。えー、ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります。番組ホームページご覧ください。 さあお別れの時間が近づいいてまいりままりした、ま、ず一つ速報です中国・湖北省は19日肺炎を引き起こす新型コロナウイルスによる死者が132人増えたと発表しました、えー、中国本土の死者が合計2000人となったとどうしてこんな霧のいい数字が出てくるんだという話もあるんですが、えー、そんな速報が出てきております。 さあではプレゼントご当選の方発表ですはいビッグカメラから人気ヘアアイロンシリーズキヌージョの海外対応モデルキヌージョワールドワールドワイドモデルお一人の方にプレゼントですえ柏市の宝直美さんご当選です,おめで,すおめでとうございます さあそしてこの後の番組ですが柿花正あなたとハッピー柿花アナウンサーと今日は森永卓郎さんもおはようございますいつも僕だけがお邪魔するんですけど水曜日はねょっと振り向くとついてくるんですよついてくるどうしても佐々木さんに会いたかったらあはじめましてなんですけどはじめましてですけどラジオではよく拝聴しております佐々木さん最高ありがとうございます素晴らしい思想が素晴らしいあそうなんですねしくです 困ってますよ <laughs> 突如褒められたれてねこの番組、はいあの「あなたとハッピーはです、ね」は今週は「そういうところが嫌なんですあんたも私もアウトウィーク」と題して、はい、アウトなエピソードを披露してくださるゲストの方をお呼びしておりますが、はい、今日はアイドルでありながら、はい、バラエティー番組引っ張りだもの朝日奈央ちゃん。<ー> 登場でございますね、まあ、おバカタレントが本当におバカか検証したいと思 <laughs> いやますちょっと森永さんとの共威が心配なんですよ、ね、<laughs> <laughs> すお邪魔しましたはい。どうもありがとうございましたこのオ、OK、ッケーコジャンプ明日のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さん登場となります、えー、今朝佐々木卒さんはお送りしてまいりましたおさきさんありがとうございましたこの後あなたとハッピーでお楽しみください昨日放送は日本放送です 鶴光の噂のゴールデンリクエスト、今日午後6時から生ですし。